しまして、その時に電車や、狭いところへの恐怖症になって、すごく家の中に引きこもってしまった時期があったんですけれども、そこでいろんな友達が減ってしまい、親との距離を感じてしまったり、一番自分と向き合う時間がなくなってしまって、常に一人という孤独感を感じながら生活をしていたんですけれども、私が笑っていればいろんな方が笑ってくれて、そして怒っている方も少しずつ顔の筋肉がほどけてくるのが、ヨガを通してではなく、その病気を通して学んだことなので、心がけるように私は精一杯笑うように努力をして、そして毎日生活をするようにしています。私が病気になったきっかけとなるのが高校生の時の痴漢でした。毎朝同じ時間に同じおじさんがいて、そして振り切れない私自身がいたので、そこでいろんなものとぶつかって、自分の弱いところが一番人に言えないところというか、そしてそこが苦しくなって我慢して、パニック障害という障害を起こしました。そして病院からお薬をいっぱい処方されて、その副作用でうつ病にもなって、もう外界との交流というか、もうそういう人との接するという温かさまで失うくらい冷血な人間になってしまったんですけれども、母の一言、そして家族の、ありがたさということを学んで、母が一言外に出てみればと温かい心で普通に言ってくれたことが一番自分の支えになってくれて、そこからきっかけで少しずつ外に出向くようになり、そして冷え性だった自分も温かいところで何かしようという、そういう活力までいただいて、そしてインターネットの検索で温かいダンスとかいろいろ検索した結果、私は最初ホットヨガというビクラムヨガという汗をかくヨガと出会い、自分の体質改善を見直しと同時にメンタル面でも強くなったなというのが印象です。冬ですね、その年の冬、冷えがなくなったんです。本当に毎日通って効果が現れたので、私は毎日通ってたんですが、続けることって本当に大切なんだなっていう、本当に誰もが口を揃えて言うんですが、本当に私もそう思う体験をしました。なので女性特有、男性もすごい冷え性の方はずっと続けてもらいたいし、細くそして長く続けてもらうのがヨガの特徴であって、体への最大のお返しなのかなと思います。はい、多くの方が病と戦って、現代病であるうつ病と戦っている現代なので、自分をいじめるということを、人を傷つけてしまう怖さとかいろいろあると思うんですけれども、自分の一言が支えになる人もいると思うので、勇気を出して、そして頑張らずに、適当という感じを常に心の中に持って、一日一日を大切に過ごしてもらえたらなと思っています。